はい。ですね。またちょっとね、ガチャのね、続きをやっていこうかなと思うんですけれど、結構ね、これね、はいはい。なんかやった？ああ、はいはいはい。結果から言うと、大爆死ですよね。まあ、こうやってね、動画を上げてる状態だから正気を保てているみたいなところはあります。まあね、ちょっとね、頑張っていきましょうか。まあ、正直でもね、今回のこのチャンスアップガチャに関して言うと、それじゃ以外は、まあ、特に欲しいっていうキャラクターはいないんですよね。なんで、まあ、ソルジャーが出れば、まあ、万事 OK かなってとこはあるんですけれど、まあ、それでももう少しいいの来てほしいかなとは思います。先ほどその66連やって出たのがね、そのスプリング、ディアボロスのスプリングマンとか、あと、キングザ100トンですね。絆覚醒できる、光属性の、まあ、そのあたりですね。まあ、ちょっと行きましょう、どんどん。まあね、すごいですよね。Kポイントがたまるたまる。もうこうやってね、ほんと金が出ないんですよね。もう、銅ですかね。銅のやつもバンバン来る状態なんで、ひどいですよね。ほんと出ないんですよ、これ。金が出ないんですよね、金が。もうひたすら金が出ない感じ。すごいですよね。まあ、どんどんいきましょう。本当に30連やって金が一つですもんね。しかももう昇格すらないっていうね。行った瞬間昇格来ましたけどね。パーフェクトな悪魔。あー、はいはいはい。最後はちょっとしょぼいですね。これも持ってますけど、まあこれはこれで嬉しいですね。あれはまあね、転生ですよね。転生にできるやつなんでね。まあまあ嬉しいといえば嬉しいですか。どんどんいきます。一応持ってます。転生は。2体。2体持ってます。出ないですね。これもかなり初期のやつですよね。来ましたね。いいですね。まあ、万事 OK でしょう。これで。うん。テリーも持ってます。はい。ということで、最後の最後で来てくれましたね。よかったです。本当に。うん。
居合切りありがとう3周年、これもちょっと動画をでも上がってるんですけどね、まあ結構強いですね、あの必殺技かなりふざけてるんですけど威力はまあ結構強かったんじゃないですかね。ということで、まあ、あの全体的に見ると大爆死だけど、最後の最後の10連でね、まあこうやってね、ね、ソルジャー来てくれたんで、まあよしとしましょう。まあここで結構ね、あの戦力アップを図りたかったんですけれども、まあ大幅な戦力アップにはならなかったかな。ちなみにちょっと待ってくださいね、Kポイント溜まってるんでね、ちょっとオーバーしちゃってるかな。うん、はい悪魔将軍、この悪魔将軍もやっとゲットできたと。で3000ポイント溜まってるんで、もうねあと頑張ればね、ちなみにスペシャルマンとサンシャイン持ってます。カナディアンマンが一番使えたりするんだけど、これ持ってないんで、まあ、こいつを交換していこうかなと思います。まあでもよかった、何はともあれね、ソルジャーが当たったっていうのは素晴らしいですかね。はい、まあひどいですわね。まあだから星5は、まあ、ソルジャーを筆頭にテリーマン、これ持ってます。モンゴルマン、まあまあもうこれはちょっとね、情報修正してどれぐらい強くなったのかちょっと知らないですけど、ちょっと前は確実に外れキャラでしたよね。これも持ってますけど、これも全然音沙汰ないですよね。で、まあこれ持ってて、かなりでもないけど結構持ってますね、これは。はい。あの、絆覚醒すると強いです。まあこれ、天章はまあ、天章になれる。将軍なんで、これはまあ当たりの部類かなと思います。かなり、はい、まあ複数持ってて OK かなというキャラクターですね。あとはほとんどもう星5、まあこれですね。あのこれ最近やってないですけど、ちょっと前に期間限定で絆覚醒できるアイテムがねあって、これちゃんとで貯めてやったんでね、確実にこいつね、絆覚醒させたいかなと思います。そこそこ使えるのかな。あとまあこいつもね、スプリングマンディアボロスですね。これも絆覚醒最近したんでね、まあこれもちょっと使えれそうなとこあれば使っていきたいかなと思います。さりげにガチャゲのスプリングマンは初じゃないかな、僕これ。あとはまあこれも筋肉マン、これも一時期の頃と比べるとちょっと下火になってしまってるかなって感じですね。もうジャスティスに行けれたのかな、普通の申しのジャスティスの方に連れてけたかなとは思うんですけど、まあこれも絆覚醒とかしないかなとはね。ただこれどちらかというとその2世の方ですもんね、夢のオールスターの方ですもんね。ちょっと絆覚醒はどうなんでしょうかね。まああとまあこれも先ほどね、はい、一応まあこれ33連の方ですね。まあこれはまあ欲しかったです。結構かっこいいんですよねこいつ。ということでね、またちょっと、しっかりね、キャラを育てていきたいかなと思います。